川崎ルフロンは神奈川県川崎市川崎区の川崎駅前にあるショッピングセンターである1988年3月11日に三菱電線工業が西武百貨店と丸いそして30の専門店で構成する商業施設として開業した2003年に各テナントの一つとして入居していた西武百貨店が経営不振により撤退し2004年にヨドバシカメラと 80の専門店が入居した2003年、三菱電線工業から三菱辞書に所有権が譲渡された。その後、2013年に三菱商事系の上場リートである日本リテールファンド投資法人が所有権を取得。ファンドの運用企業である三菱商事、UBS リアルティが水族館誘致などの改装計画を進めている。なお、敷地の一部は、 川崎鶴見臨行バスの子会社である臨行エステートが所有。施設運営は2014年から重症アーバン開発株式会社が行っている。なお、建物の名称はひしほしショッピングセンターとして登記されている。建物は地上10階、地下2階、地下1階から地上10階までは、物販、飲食店、学習塾などが営業し、地下2階には駐車場がある。8階には、 川崎最大級のスポーツショップ、スーパースポーツゼビオ、9階には献血ルームなどが入居している。9から10階では、水族館、ミゾウが2020年夏に開業する予定である。屋上には2009年11月1日に、フットサルコート、銀座でフットサル川崎ルフロンスタジアムがオープンした。それ以前は2004年のリニューアル時から、ザ・ガーデン横浜が営業していた。 地下は、川崎地下ガアゼリアと接続している、川崎フロンターレのサポートカンパニーである、出店テナントの詳細については公式サイト、ショップリストを参照を丸い川崎店は、当初は1階から9階まで入居し、ピーク時の1991年度には169億円の売り上げがあった。川崎駅西口に2006年に開業したラゾーナ、 川崎プラザとの競合により2008年と2011年に段階的にフロアを縮小。売り場は1階から7階までとなり、2016年度の売上高は39億円まで落ち込んだ。このため、2018年1月をもって閉店することが発表された。かつては、木の国や書店が出店していたが、2008年1月に、丸井の全館リニューアルに伴い撤退した。 川崎西部は株式会社川崎西部百貨店が運営していたが、後に西部百貨店本体へ合併された。2003年の西部百貨店撤退前まで10階には、ルフロン号と付けられたからくり時計が、ルフロンシースルーエレベーターホール前に設置されていたが、リニューアルを機に終了、撤去され、設置箇所は、その後、展示スペースとして使用されている、中核店舗。 ありがとうございます。